じゃ、始めようか。ありがとう。よし。よし。じゃあまたね。おう、帰ったか。なんだか変な感じだよね。普通の格好で君の部屋とか。メイドのバイトきっぱりすっぱり終わったから。それに生徒ともね、相談とか結構受けたりしてて。それでそのあの話なんだけどさ、その前の付き合うかどうかの話。ごめんなさい。ちゃんと考えたんだよ。本当に嬉しかったの。あの時君が言ってくれて。私も自分の気持ち気づいたの。でも私教師じゃない。それで君は生徒だし。ただでさえ君微妙な立場でしょ。もしバレたら定額程度で済むかどうか。大切だから我慢するの。
何その自信。ああもう、なんでそんな OK される前提なの？引き下がるのバカみたいじゃん。はあ、諦めるつもりだったのにさ。しょうがないな。どうしてこんな女、物好きな高校生だよね。それとも怪盗やるような子ってこういう趣味なの？だって高瀬さん夫婦の件、私にとって都合良すぎるもん。私の都合を知ってるのは君しかいないじゃない。そうね、安心して、バラすつもりなんか全然ないし。いろんな評判あるけどさ、怪盗団は私みたいの助けてるんでしょ。君らしいよね、そういうの。最初は前歴ある問題児とか思ってたけど、一緒に過ごしてきた今なら納得できるんだ。私応援する。君は単なる生徒でもお客さんでもない。教師としての道を築かせてくれた子だもん。どんな生徒も見捨てない新しい道を。うん、今度こそ生徒のために、君のためにね。我は汝、汝は我。汝ここに、契りを決明の絆へと転生せしめたり。絆は反逆の翼となりて、魂のくびきを打ち破らん。今こそ汝、節制の究極なる秘王に目覚めたり。無人の力を汝に与えん。よしよし。でも人生って何が起こるか分かんないもんだね。教師からメイドになって、次は高校生と付き合うことになるとか。ご主人様から恋人になった君はさ、何かしてほしいことある？メイドじゃなくても聞いてあげる。しょうがないな。ほらどうぞ。こういうとこは年相応だね。見た目じゃわかんないね。絶対草食系だと思ってたのに。今日さ、もう少し一緒にいてもいいよね。ありがとうございます。よう。
帰ったか。
よし。あとは任せた。さて、始めましょうか。何でしょう。ありがとう。
じゃあ行こう。さて、ありがとう。ごちそうさま。
ありがとう。よし。気をつけてね。あら、ナナ。お。ふざけんじゃないよ。Thank you.
データちょうだい。さて皆さん、やるぜ！